わあ、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ。いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。はい。やるな、ごはん。でも行くぞ。パワーのコントロールはバッチリ見てるな。今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。はい。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。それについては考えがあるんだ。ま、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる。ああ、これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけんど、
それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること、そして参加選手全員がセルに負けた場合世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するようにセルは街の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいつをセルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。はい。実はセルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。え、ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。は？ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ。
ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か？そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなってっとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃ俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？父。